SK-105 キュラシェアはオーストリアがフランス製の AMX-13 軽戦車を参考にザウアー社、原ンシュタやダイムラープフ社が1967年に試作車を開発1989年まで生産された軽戦車である。SK-105 系戦車はフランス製の AMX-13 軽戦車を参考に設計されており、砲塔上部が 手法の行不角に合わせて陽動する砲塔や砲弾6発が収められた回転シリンダー式揮班、自動装填装置を砲塔後部に2機搭載するのも、ほぼ同一の設計で、1分間に12発を発射可能、これを打ち終わった後は、車外から再装填しなくてはならないのも同じである。手法も当初は、 フランスのジョット車星44口径 105mm 低反動ライフル砲 CN-105 から57を搭載、後の回収型では CN-105G1 に換装され、射撃統制装置も大幅に改良された。ただし、車体はザウアー車星の 4K4FA 走行変員輸送車がベースとなっており、AMX-13 は 車体全部にエンジンを搭載しているが、SK-105 は車体後部にエンジンを搭載している。軽戦車ゆえ、装甲は全面で 20mm 機関砲弾に耐えられる程度でしかない。1967年に試作車が完成し、オーストリア陸軍で採用されたほか、各国に輸出された。装甲回収車型や装甲作業車型も開発されている。ウィキメディアコモンズには、 SK-105 キュラシエア軽戦車に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。